うん、島さん、ゴージャスさんってこういう人なんですよ。へえー、初めて見た。嘘、絶対見たことあるよ。なんかエンタとかに見るかも。あ、そう。ほら、こんな人ですごいね、リサ子は地球儀持ってんの。へえ。そう、はいはい、じゃあ次、はい、ネーム、はい、KB さんからです。ありがとうございます。プロデュース会議でやってほしいことですが、観客も見ているだけでは参加できません、うん、みんなで一緒にできることといえばコーラスではないでしょうか、うん、何でもいいと思うのですが、マリミの曲でニコラとかラブ&ヘイトの歌詞カードを配り、レナ・リサと共に大きな声で歌いましょう。ハーモニーとかはすぐには無理ですが、みんなで歌うと楽しいですよ、うん、普通の合唱曲でもいいと思います。ふるさととか聞こえるとか、ファンが一つになること、一体感を持つことは、これからワンマンライブとか増えるわけですから大事なことではと思うのです。さあ、バニラビーンズ合唱団のスタートです。レッツゴー。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、みんなで歌うんだって。みんなで歌うの楽しそうだね。楽しそうですね。バニラビーンズの曲みんなで歌いたいね。うん、なんかうつろですね。今想像してたらどんななのかなと、うん、ね、まあ、あの検討させていただきます。楽しそう、はい、はい、ありがとうございます。では次、ペンネームピオちゃんでお願いしますさんからです。ありがとうございます。お題ですが、はい、ドキドキ7変化大コスプレ大会、私物プレゼント大抽選会、うん、かはっと思いつきましたが、うん、イベントはプロデュース会議なんですよね。ということで、バニビはアーティストなんですから、次の新曲のテーマやコンセプトをみんなで考えるのはどうでしょうか。ラブ&ヘイトならツンデレがテーマであったように、事前に募集しておいてイベントで方向性を考えるみたいな、まあ素人があれこれ考えても大したものは出てこないかもしれませんが、直接結びつかなくても何かきっかけができればいいなと思います。アデュー。なるほど、本当のプロデュース会議の方ですね。うん、本当のプロデュース会議、本当のね、まあね、うんうんうん、なるほど。なかなかいろんな意見がね。私物とかだったらさ、うん、何が欲しいんだ、みんなね。何でもいいのかな。何が欲しいの、私物でもらったら嬉しいもの、うん、なんだろう。それも考えましょうか。はい、はい、ペンネーム今中14さんからです。ありがとうございます。プロデュース会議でやってほしいこと、せっかく3曲もカバーしたのだから、カバーのみでフルアルバム制作に向かってファンにバニラビーンズにカバーしてもらいたい曲はを聞いてみたいですね。個人的には友坂理恵さんのカプチーノを2人が歌ってるのを聞いてみたいです。ありがとうございます。なるほどと思って今調べたんですけど、うん、チーム、まだ出てこなかった。出てこなかった。どんな曲ですか？どんな曲？まあ、こういう曲なんかじゃないですか、バニビっぽいみたいな。そうなんですか？カプチーノ。わかんない。わかんない。調べてみようよかって。うん、はい、じゃあ次いきます。ペンネームたけさんからです。ありがとうございます。さてお題ですが、女性ファンも増えたので、はい、2人のおすすめの服とかファッションに関する話をするのはどうでしょう、うん、でもただ話をするだけではなく、お二人それぞれのおすすめのものを身につけたところを写真に撮ってスライドで写しながらポイントを解説するというのはどうでしょうか。普段の服と違う2人を見てみたいだけだけどね。以上、タケでした。アデュー。なるほどね。私、ここは変わらなければいいのかなと思います。もっともっと。ここから上。なんか、着せ替え人形感覚、うん、まあ、そうっていうか。ミカちゃん人形ね。それも楽しそう、うん、と思いましたね。なるほどね。なんか、ちょっと、一個面白そうなの来てたので、ちょっと読んでみてください。はい、はい。はい。え、これ、うん、はい。ペンネーム、ペンネーム、リサーリサークール J さんからです。ありがとうございます。プロデュース会議でやってほしいことは、リサさんのいらなくなった服やカバンのフリマ、絶対に女子ファンがたくさん来ますよ。あと、いつもドリンクとかフードをプロデュースされているのですが、今回は限定でお二人が実際に何か作ったものを販売するってのはどうでしょう。生ものは大変なので、クッキーとかケーキとか事前に作っておけるもので、これは1個1000円でもバカ売れしますよ。呼んでほしい人は、おきてさんはレギュラーとして、
ラブヘイを、オキテさんはレギュラーとして方々で、レギュラーとしてのみたいな方々で、ラブヘイを絶賛しているライムさんの歌丸さんでしょうか。そしてこの際、歌丸さんのラジオ番組とか第三会議室に出してもらいましょう。以上です。おっす、おっす、アデュー、かっこ白目で、ありがとうございました。しかもヘイさんがヘとイサーンになってる、イサーンになってる。何でも漢字にすりゃいいってもんじゃないよ。そうそう、そうそう。一個1000円だってクッキーとかケーキ。高いね。でもさ、リサ子のさ、いらなくなったさ、フリマとかさ、いいじゃん、カバンとかさ、あの、フリマだからさ、一個1000円からとかでしょ。うん、先に買い占めるわ。そうだ、すいません、切れますかね。どういうこと、先に買い占めるってどういうことですか。そういうことですよね。そうそう、そういうこと、そういうこと。まあ、そういうことですか。びっくりした。今、あの、単価全部、あの、1000円で買い取って、あと、高額で売りつけるのかと思って。びっくりと思って。あの、そんなことはしないけど、あの、ほら、いらなくなったカバンの長く使える、あの、高級ブランドバッグがたくさん出てくるから、そんなのなかなかね。バッグね。バッグか。そうそう、バッグ、バッグ、バッグ。はい。服は入んないよ。とか。入んないよ。みたいな。なるほどね。フリマはもっと売れたらやろ。わかりました。ヤフーのチャリティーオークションとかでね、とかでね、ね、やればいいですよね。では次、最後田中さんからです。はい、ありがとうございます。プロデュース会議でやってほしいことは利き酒大会です。いろんな種類のお酒を飲み比べて、どれが美味しいとか、サンマに合うお酒はこれだとか、スイーツに合うお酒はこれあるのかとか、いや、僕がお酒好きなだけの企画ですが、失礼しました。ではどんどんさ、聞き酒してくるにどんどん減らないなってってさ、バレリが飲むっていうのも面白いかも。最後でプロデュース会議かっこなんかもう、なんかなんとか会みたいな忘年会的な、なんかそういうの、それ楽しそう、面白そう。みんなで乾杯したいね。そう、初めだけはちゃんとやって、最後は飲むみたいな。そうしましょう。そうします。っていうか、そうします、そうします。言っとく。プロデュース会議大忘年会みたいな。なるほど。忘年会じゃないんだよな、なんか決起会的な、ワンマン頑張ろう決起会みたいな。ワンマン、それ個人的に会社でやるって感じかな。そんなことない、やらないだな。これでやろう、これでやろう。1ヶ月前だ、頑張ろう会みたいなね、感じですかね。これでもぜひ皆さん送ってくださったんで、あの、参考にしたいです。てか、うん、やります、やりたいですね。聞きだけ、聞き酒、聞けんだな。だからライブは先にやってしまってみたいな。終わりにして、ちゃちゃっと、ちゃちゃっと、だな。なるほどね。最後に合唱して終わるみたいな。でもね、みんながこんなにいっぱい考えてくれたら思わなかった。いや、それは嬉しいよね。ありがとうございます。多分本当に採用させてもらうものがいくつか出てくると思います。うん、なので大事にこのメールは取っといて、はい、あの、ホッチキス止めてね、社長にも見てもらう、見てもらう、はい。